音が
なので、ここちょっと深呼吸のとこ思いながら、最初こっち行きましょう。ボンボン、こっちボンボンボン。では横からドン、真ん中、後ろ、さ、このなんか反動でブンゆっくり持ってくる感じで、なんかちょっとゴリラみたいな、ゴリラが大釜で炊き込みご飯混ぜてる感じ。足をつけます。アクセントはカウントで言うとワン、ワン、ツーね、ワン、ツー、スリー、違うか、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイトなんですけど、音でやった方が多分わかります。ボーン、ホッ、ボーンと、最後はこの足をちょっと引きずりながら戻してください。これが右に左5回やったら最後前、ちょっと似てるんですけど、前にゴン、で後ろで、ではこっちの腰、カメラ側の腰に両手合わせて、でトン、体重が後ろ、でこの時に肩も一緒にゴン引いてください。反対ゴン、ではショートから下らクリーして、クリーして、ボン。で、手こっちに腰を置いて、引く、引く。そう、引いたら、しっかり戻すっていう感じです。ボン、ボン、って感じです。ミオさんの説明やばいです、わかりやすい。炊き込みご飯、カメラの炊き込みご飯って何？なんか焼きそばかと思ったんですけど、焼きそばだと思ったんですけど、しっかり下から混ぜる感じでお願いします。はい、はい、ほんのり先生が来てくれてありがとうございます。じゃあ大丈夫ですかね、ちょっと音でやっていいですか。よく混ぜました。さすが、悪いかりーちゃん。よし、ひなも来た。なんかね、最初はね、あ、2曲目ですね、これ2曲目のバッドガイという曲です。最初は結構ゆっくりなんですけど、サビでなんかいきなり速くなるので、そこだけ気をつけてください。で、昨日ちょっと音が、私の声があまり入ってなかったみたいなんですけど、ちょっと今日は入るかな、心配です。どうしてもね、なんかちょっとね、どうしたと。そうですよね、以上。まず音を1曲目からいけますね。今2曲目やったけど、1曲目は昨日みどり先生が1曲目からやって、はい、今の説明していきます。はい、で、2、3曲目と続きましょう。それでは、昨日も覚えてますかね、タッチして。音聞こえてますでしょうか。もうちょっと聞いたら嬉しい。私がちっちゃいのかな。聞こえますか。はい、みんなどうですか、聞こえる。大丈夫。ポイントが来てるから大丈夫かな。
ますか？すぐ流すよ。行きましょう。次じゃあ、ちょっと私も一口お水を飲んで。はい、飲んでください。はい、じゃあ。最初ここですね。胸の前ですね。行きます。すごい、行きます。私のいろんな友達が見てくれてちょっと恥ずかしいんだけど。食べてもお友達やってください。頑張りましょう。はい。では、よいしょ。あ、さっきのですね。これはそうです。3曲目いってしまいましょう。これはもうちょっと
エアロビ寄りというか体を大きく動かしていきますね。これね、手大きくした方がいいですよ、みんな肩甲骨使って。あ、そうだ、あ、踊る場所を確保してください、これ。確かに皆さんとかどんからがしらするかもしれないので。あ、それ始まっちゃうんだよね、これ。行きましょう。行きます。お待たせしました。はい。My name is Douglas.
I have a camera hairstyle today. はい。もうちょい音大きくできますか？音ちっちゃいですか？もしもし。あ、今聞こえました。あ、オッケーです。大丈夫です。よろしくお願いします。My name is Douglas. ダグラス先生です。お願いします。はい、ダグラスです。よろしくお願いします。うちの英語とヒップホップと担当してくれてます。渋谷校の担当の先生です。はい、よろしくお願いします。Nice to meet you. My name is Douglas. I do English and a little bit of dance. よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、OK。じゃあ、早速やっていきましょうか。OK。ハロー、先生。これは、リード側は反転としてやりますか？鏡みたいに。なんか動画をそのままやれば大丈夫みたいです。あ、そのままやりますか？わかりました。OK でーす。OK。じゃあ、Let's start!まず音楽大丈夫ですか？ Is the music okay? はい、もうちょっと大きいと嬉しい。こんぐらいですか？みんな聞こえます？ちょっと待ってね、みんな聞こえるか？大丈夫ですか？ OK大丈夫のようです。私ちょっとちっちゃいかも。はい、聞こえてる。 OK、 はい、じゃあやっていきましょう。携帯が落ちる。じゃあ行きます。はい、 Hey, here we go. さあ、じゃあリセットで皆さん頑張ってください。 OK、
みません、大丈夫ですか？一瞬携帯落ちちゃいました。申し訳ないです。Sorry。はい。じゃあちょっとお水飲みますか？大丈夫ですか？はい、みんなちょっと水飲みたいよね、きっと。ちょっとじゃあ、Let's get a drink。結構昨日から参加してますけど、はい、だいぶ疲れますね。痩せました。今回の自粛でだいぶ体が My body is a lot more weak now。 弱くなっちゃった。もう6キロぐらい増えました。本当に？はい、やばい。それは言ってるね、結構。そうなんですよ。頑張ります。すごい、頑張りましょう。6kg 頑張りましょう。okay. じゃあ、Let's go next。 はい、ダグラス先生、逆光になってるって言ってるんですけど、なんか変われます？すぐ変われなかったらいいですよ、そのままでも。どうですか？ちょっと明るくなりました。はい、暗いです。まだ暗いか。うん、なんか場所の問題みたい。立ち位置の問題みたい。 OK、 もうちょっと待ってくださいね。暑い。逆光ですか？まだ。まだ暗いか。その位置大丈夫。そこまで下がると見えない。あ、なるほど。OK。シルエット素敵ですって言ってるから。ちょっと頑張ってみます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次行きます。Let's go next。お願いします。ありがとうございます。なんかね、頭がおかしく
わかります。てか汗がやばいっす、だいぶ何回やったの。 sweating like a pig 英語で I'm sweating like a pig って言うんですけど、はいはい、意味は豚みたいに汗かいてるって言うんですけど、でも豚って汗かかないんですよね実際なのでそうなんです、汗かかないんですよ一切。なのでなんで sweat like a pig って言うのかわかんないんですけど、でもまさに今豚みたいに汗かいてます。あ、I'm sweating like a pig 新しい言葉そうですね、みんなの英語。ah. OK, next is the last one. 最後ですね、次。皆さん、お水大丈夫ですか？はい、大丈夫です。かっこいいって書いてある。面白い。この不思議な髪型ですよね。髪型かっこいいって誰か先返して。もうちょっと時間の、ね、申し訳ないんですけど、面白い話があって、なんかいっぱい送るものがあったんですよ。うん。で、自転車で発送するものがあって、自転車にリュック前、リュック後ろ でっかいカバン持って自転車乗ってたんですよ。そんなに送るの？そうで、小学生が前から来てて、あー、この荷物のこと絶対言われるなと思ってたんですよ。やばいな、あの荷物って。そしたら通り過ぎざまに変な頭って言われましたそっちかと思いましたこっちだったか。小学生、ここにもここにもここにも荷物あるのにこっちでした。こっちの方が、はい。まあ、休憩は以上にして最後の曲いきましょう。はい、みんなじゃあちょっと今までの倍動きましょうね。最後だからいきましょう。手とか伸ばしてくださいね。まっすぐです。Thank you.
うでしたか? How was it? How was it? I think I'm about to melt. 溶けそうです。暑いですね。暑いです。Super hot. 皆さんがもしコメントくれたら嬉しいです。その間にちょっとあの雑談をしながらストレッチやりましょう。昨日ね、あの忘れたんですよ、ストレッチやるので、始まりも終わりもやらなかったから体がバキバキになってしまって、なんか配信するのに一生懸命になっちゃって。みんなもやった方がいいよ、これ毎日頑張る人特に体にきますよ、負担が。痩せるのはいいけどね。そうですね、痩せた、痩せたいです、汗だく。I really enjoy ドイツ住まいが長かったりさちゃんがおっしゃっております。熱い、みひろと一緒に頑張りました。おお、ありがとう。いいね、いいね。昨日よりできました。あ、そうだよね。おお、すごいすごい。これ多分ちょっとずつ覚えられるから、毎日ちょっとずつ楽しくなっていくんじゃないかなと思います。いいですね。きつかったけどみんなと一緒にやってると思うと最後まで頑張れました。そうだね、これ一人きついよ。確かに。この最初と最後にストレッチやった方がいいよって私が言っているんですが、あの頭とお尻にあの今日言ったんですけど、あの昨日それはハッと思ってみんなに言ってないだと思ったので言ったんですけど、ちょっと本当に簡易的なストレッチの動画を作ったので YouTube に上げておくので、これ始まる前と終わった後自分のペースでいいので、あの本当に簡単なやつ、何やればいいか分かんない人は見てやってみてください。今日も楽しかったです。私も6曲やりました。おすごい、さすが。もう、あ、汗がやばい。私もです。ですね。 OK、 じゃあ、明日も続きたいと思います。よろしくお願いします。明日も永瀬先生が一発目。はい、そうです。お願いします。はい、そうです、一発目です。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、明日も永瀬先生ありがとうございます。はい。失礼します。はい、浦先生ありがとうございました。ちょっとじゃあ告知なんですけど、昨日もお話ししたんですが、オンラインのダンススクール、今コロナの自粛であの外に出られないので、そういうオンラインのダンススクールサイトを私たちの今の先生たちもみんな所属しているダンスフローアカデミーっていうところで作っているものがあるんですね。で、今そこにも所属している生徒さんたちが入ってきている状態なんですけど、もう少ししたら一般公開もありますので、もし興味がある人はチェックしてみてください。私のインスタのアカウントと、ダンスフローのアカウント、どっちも今アカウントのプロフィールっていうところにリンクが貼ってあるようになりますので、もし興味があったらクリックしてみてください。ありがとうございました。みんなありがとう、ありがとうって書いてくれて、どうもありがとうございます。明日も頑張りましょうね。すいません、いつもちょっと長引いてしまって申し訳ないです。また明日も続いてやっていきたいと思いますので、5月6日までこれをやります。遅れても早く抜けても構わないので、よかったら気軽に参加してください。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。